こんにちは、アキトです。ひろまる JP シューレーサー、いつもアドスってのことで、今日はですね、いつもの渋谷、原宿じゃなくて池袋にやってきてます。これから光一さんとメンバーシップ流星さんとお会いして目的地まで向かっていきたいと思うんですけど、まず開いたらいいねは既読感覚ですぐ押してください。コメントも何でもいいのでしてくれると僕は必ず返信しますので、あとチャンネル登録してないで見てる方ドキッとした方はまだ間に合います。まだ両親の呵責が残ってると思いますので、今してください。チャンネル登録しないで立ち読みされるとそれはそれでいいんですけど、今立ち読みしてる方が6割以上いますので、ちょっとそれだとうちの雑誌やっていけなくなっちゃうんで、買わなくていいんです。この雑誌チャンネル登録するだけでいいので、それはさすがにしてくれ。6割以上してないっていうのもおかしいから。あと冒頭15秒でブランド様の名前を出す1万円メンバーシップもやってますので、詳しくは概要欄載ってます。ブランド様向けもいつものメンバーシップの人もそうですけど、お金を払ってくれる人がいるから僕はめちゃくちゃ助かってます。見てる人もみんな感謝してください。てなことで今日も行ってみよう。おはようございます。お疲れ様です。小林さんと流星さん、お願いします。池袋、西口ウエストゲートパーク、ちょっと今日は先に出かけてたんで、ちょっと2人で出かけてた、はい、友達やん。いいですね、メンバーシップ。はい。友達ができましたね。もう、ほんと、アキト君のおかげですよ、これは。2人で出かけてたんだ、今日。そうっす、午前中から。今もう午後の3時ぐらいだけど。3時過ぎっすね。午前中から出かけて。吉祥寺の方へ。吉祥寺まで行ってたんだ。はい。ショップを何店舗か見て。吉祥寺もありますもんね、スニーカーの。はい、なんか買ったの？いや、買いはしなかったんですけど、あとは、NY さんのお使いで、シューレース買ったりとか。どうせ行くんなら買ってきてよ、っつって。はい、すごいですね。そんなことできちゃうんだ、スキットとか寄って。あ、そう、最初スキット行って。アキト君のメンバーシップだからですよ。動画外でそんなことしちゃうんだ。一回もないけどな、僕。来ませんよね。いや、なるほどね。その会はいっぱい開かれてるんだ、そういうの。そうですね、予定を。すごいですね、今そんなことなってんだ、僕のメンバーシップって。そうっすね、そうなってますね。知らないところでね。知らないところで。いや、だから いいんですよ。あ、じゃあ誘いましょうか。いや、ちょっと忙しいかな。動画編集があるからちょっと山々なんだけどね。全然好きだけど。あ、本当ですか。騒ぐの好きだけど。あ、今日は比較的カジュアルな装いで。あ、そうですね、今日は。あ、そう、横から見てたらわからんかったけど、オーバーオールです。オーバーオール着てるわ。もうすぐ40になるけど。なるほどね、ただのジーンズじゃなかったわ、はい、オーバーオール着てたわ。しかもエビスですから。エビスのやつ、 T シャツもエビス合わせ、はい、これでね。あ、パレスのね、買ってきたやつ、買っていかないとやつ。これも動画になってますけど、はい、見たことなかったな、オーバーオールって。今までのメンバーだと。あ、本当ですか。着ないよな、着れないというか。本当だ、はい、赤いの珍しい。それもでも最近買ったやつではないんでしょ。これ20年前です。20年前。でも全然その古さがないですね。ないです。基本パンツ系は20年前のものが多いです。デニム系に関しては、デニムは味になるし、そうですね、デザインも古くならないからね。そうですね。にしても物持ちいいけどな、そんなに残してないと思うな、普通の人って。まあ、あとだから、当時のファッションセンスに今着ても合わないっていうね。ああ、確かに。だいたいあの頃、ダサかったから。みんな。何回かそういう失敗を繰り返して、はい、まあ今になるじゃないですか。そうですね。だからそれはすごいですよね。20年前の感覚と今来てもそれが遜色ないっていうのは、それでやっぱりファッションモンスターたる感覚のゆえんですよね。普通ダサくなっちゃうから20年前のもの着るって。細いそのパンツとかが流行った時期ってあったじゃないですか。あれを一切スルーして、それ流行ってたとしてもずっと太いパンツ入ったりとか。ああ、なるほどね。あんまりそういう流行りに左右されるものを持ってなかったりするね。まあ、もちろん何本か細身のパンツ持ってますけど、はい、それスキニーとかっていうことじゃなくて、コーディネートの一つの変化として持ってるってことでしょ。持ってていいかなと思って。こいつあんまりその流行りだからどうっていうことじゃないですもんね。あ、着きました、ここですね。え、今日どこ行ってたんでしたっけ。どこ行くんでしたっけ。まだ何にも聞かずに。ちょっと、いや、これからだから今回は池袋まで遠征して、今回流星さんをゲストに迎えて池袋編だと思ったけど、あ、違ったんだ、あ、違ったんだ。本題に入らずにまた現場着きましたけど、もう着いちゃったんだ。え、何ですか。ここですね、3階のザ・キックスカフェさん。あ、キックスカフェさんね、はい、聞いたことある。スニーカーと和食、
スニーカー好きのオーナーさんがやってて、でしかもその和食も一緒にとお酒とっていうことですね。ここは私が明人くんチャンネルの営業担当がアポイント取っていただいて、今3時過ぎですけど、本来は5時からなんですよね。ディナータイム5時から。5時から夜12時まで。そう。クスカフェさん。はい、なるほどね。冗談好きっていう。冗談好きですね。当時のやつが置いてあって、それでご飯も、美味しいご飯も食べて、はい、お酒も飲めると。うわー、楽しみや。じゃあいいね。じゃあぜひでは。はい。小林さんは初めて？いや、これ2回目です。2回目。K さんと小林さんが来ました。うわー、知らない間に行ってるわ。誘ってくれればな。あー、来ました？編集で忙しいんでって断りましたけど、正式に断れたんですけど、後から知るとね。あー、そうですね。そういうのやっぱ、まあ、女の人もあるじゃないですか。後から知ると、なんで言ってない、なんか言わないの怪しくないっていうさ。あー、そっかそっかそっか。それはちょっと良くなかったですね。ちょっとこれから気をつけます。やましくないからこそ言ってないんだよとかそういうこと言われても余計怪しくなっちゃうから。そんなこと話してる間聞く。あした。はい。じゃあ、はい。遅くなりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒックスカフェオーナーのカメラさん。はい。いろいろこれから見させていただければと思います。よろしくお願いします。すいません。ありがとうございます。僕本当スニーカーブームの95と今96を並べてるんで。95年間雑誌。前回来た時は、やっぱそのご飯をいただきながら、まずこの雑誌を見て、K さん小林さんがその当時もこの靴履いてたとか、はしゃぎまくって。はしゃぎまくって。うわ、すごー。オリジナル。オリジナル、はい、ご自身のコレクションですか？そうですね、当時のやつっていうのがすごいですね。いや、すごいっすよね。冗談は。本当に K さんと小林さん見た時には、もうこれは衝撃的でテンション上がってました。やばい、これは。これだけやっぱオリジナルのカラーが並ぶところがなかなかないので。ああ、なるほど。この揃ってんのもすごいですよね、これが。あと本当ツナクロだけ本当欲しいんですけど、なかなか、シカゴだけ、あれはスカイジョーダンと。子供用のっていうんですよね。スカイジョーダンって書いてますか、はい、本当だ。おー、それは知らなかった。今でいうジュニアサイズとかそういうくくりってことですか？ボーイズとかになるんだと思いますけど。あー、はい、それが当時は名前が変わったんだ。そうですね、スカイジョーダンっていう名前で。こっちもなかなかな。そうですね。うわー、すごい、ターミネーター。85年のもので、T シャツも80年代の。要はタグがコンタグって呼ばれてるやつで、それと、まあ、合わせて。なるほどね。この T シャツと肩掛けのスニーカーのやつと、この実物を置いてるんですね。はい、まあ、ソールが生きてれば、まだ全然大丈夫ですね。走ったりしなければ。そうですね、走ったりしなければ。履けるっていうことなんだ。はい、やっぱりレザーの質が全然違いますもんね、今と。皮が厚いのと、ここはやっぱ大きく違うかなと思いますね。細、足首のところも細いですね。そうです。全体的にやっぱシャープな作りなので。そう。シュッとしてますよね、作りが。やっぱりその、本当にスポーツ用のスニーカーっていう感じがありますね、やっぱり。冗談履いてたぐらいなんで。今はもう、ほとんどファッションで履くのがメインですけど、やっぱりスポーツ用って感じがしますね。はい、ちょっとすいません、わざわざオリジナル開けていただいて、触っていいってことで。うわ、すごっ。まあ、この辺とかやっぱ暑いんで、やっぱ皮いや、すごいわ。どうぞ、もう触ってください。なんかわかる。持っただけで。本当そんなに素人が触っちゃいけないんだなって。触れるとこが本当にないんで、もう触って、これ、だって、どこのお店でもあれでしょ？ショーケースの中に入ってるとか。本当に販売してるお店以外は多分、触らせてくれないと思うんで。そうですね、そういうふうに触って言ってもらうのが嬉しいんで、で誰もがなんかこれを欲しがるわけですよね。写真撮ってもいい？どうぞ撮ってください。このね、TM マーク表記がない。そう、ないですね。ここが線がないんでしたっけ？ボールとエアジョーダンの間。今もそうなりましたけどね。始まりの靴ですよね、これが。そうですね。こっから全てが始まったんですよね。そうですね、ジョーダン。当時はね、でもなんかセールになってたとか。そうなってましたね。アメリカでは。6065ドルでしたっけ？49ドルとか多分セールになって。当時では85年ですから、変動為替相場じゃないのかな。1ドル365円の時ですかね。自分がまだ子供の時ですから。やっ
っぱりご自身がバスケ部で、そこからスニーカーに興味持って、ね、はい、まあ、この辺の年代のバッシュが好きで、当時ご自身で履いてたやつとかもあるんですか？あります。これが私が15歳ですかね。15歳の時エアペニーの、はい、シグネチャーになる前の、ちょっと、はい、見たことないな。エアフライト1っていうバッシュなんですけど、これがないと95っぽさがあって、でも違うんですね。そうですね、ジョーダンが NBA に復帰した時にここの1番を切って、はい、ペニーのモデルなので、はい、1番を切って、まあ、履いてたっていうのでも、まあ、ちょっとまあ有名な、ものすごいこれは履きやすくて、これは復刻してない、復刻は、何年か前に復刻はしてます。あ、そうなんだ、はい、そうですね、国内はあったかどうかは分からないです。ああ、はい、いやこっちもすごいですよ。これは自分のまあシュプリームのコンポジットなんですけど、これシュプリームのだけどなんかちょっと違いますよね。これはカスタムしてもらいました。色が違う。そうです、このカラーが好きなので。ああ、ティファニーカラーが好きで、はい、あとでちょっともし可能であればトイレとか見ていただくと。確かにこのキックスカフェさんのこのカラーがそもそもこの色ですもんね。それにカスタムしちゃったんだ。そうです、カスタムすごいですね。シュプリームのポジットってめっちゃ高い、はい、そうです。もともとベースは赤なんですけど、それをあのスニーカーヒルズさんに、はいはい、やっていただいて、でサイドのカーボンパネルとかも本当は黒いんですけど、はいはいはい、そこも全部白くて、はい、本当だ。なんかこの葉っぱというか花というか、これが元の色で、それだけを避けて、すごい。スニーカー好きだったらこれはたまらないですね。もちろんこれ雑誌とかもテンション上がるし、でさらにだからこうやって亀田さんがお話ししてくださるんですよね。ここら辺の雑誌も手に取って見てもいいっていうこと。あ、読めるようになる。うわぁ、これはちょっとじゃあ一回じゃ読み切れないから何回か通って読みたいですね。飲み物となんか食べ物一品だけで、うん、そうですね、読み、ちょっと粘ってもう申し訳ないけどちょっとね、ちょっと周りの目とか普段だったら気になっちゃうかもしれないけど、ここだったらもうスニーカー好きが集まってるから、知らない人でも多分仲良くなれちゃう。実際に読んでいいってすごいですね。いや、もうやっぱ読んでいただきたかった。自分たちもやっぱこの辺が青春時代だったので、ここも上もちょっと気になりますよね。これは上がすごいですもんね。そうですね、もう全部加水しちゃってますけど。あ、加水してるやつなんですか、はい、ここがトドラーですもんね。そう、はい、85年かな。そういうのも集めてるんですね。なかなかもう数がやっぱ出てこないので。うーん、革も本当に暑いですね、このちっちゃいやつでも。そうですね、もうしっかり作りは多分すごいしっかり作ってると思うので、ね、ここも面白いですね。そうですね、このうちのお客様が来てくださった方はステッカー勝手に貼っていいってことなんですか？勝手に貼っていいです。もうステッカーウォールとして、もうここは来た記念に、ステッカー持ってない人は別にサインでも何でも来ましたよとかサインでも何でもいいですし、あ、なんか文字書いちゃってもいいってことですか？大丈夫です、はい。あ、確かに書いてますもんね、こうやって。面白い。すごいです ね。いろんな方々が来て、皆さん思い出を残せる、はい。そうですね、来た記念ね。要はビックリマンシールみたいなこういうステッカーが今ちょっと前に流行ったので、そこで皆さんやっぱスニーカーのステッカーを作ってたので。作ってますよね、はい、皆さん。ステッカー持ってない方はプリクラ貼ってかれる方もいますし、あとステッカー用のところに日付とか書いて置いてくれるといつ来たっていうのがやっぱ分かりますので、はい、こういう感じで、まあ、お客様と楽しんでいただければなっていうのは。 MFC ストアさんともね、今着てらっしゃるスニーカー、あ、 T シャツが、はい、そうです、今コラボレーションさせていただいて、まあ、うちのわー、キックスカフェ、はい、MFC、はい、70年代、80年代の、あの、ゴツナイキって呼ばれる。ああ。あの素体で、自分がヴィンテージが好きなので、作っていただいて、今のものと、要は当時のものっていう形で。お食事だからいいと。はい、そうですね、はい。え、これまだ買えるんですか？お店でも、はい、買えます。あ、そうなんだ、はい。まだサイズはちょっと欠けちゃってる部分と。ああ。あとやっぱ白は人気だったので、もうほとんど残ってはないんですけど。カラバリもな、茶色と、ピン、茶色にこの文字がピンクのものと、あとブラック。まだ買えるっていいですね。いや、いいっすよ。はい、ここは、さっき言ってた、はい。なかなかないですよ。この動画でトイレを紹介するって。飲食店のトイレはなかなかない。なかなか飲食店のトイレ紹介しないですからね。はい、あ、ボールある、はい、バスケットボールある。自分がやっぱバスケをもう本当に昨年オープンギリギリまでバスケをしてたので、ティファニーが好きなのと、今バスケットボールを出したので、はい、あ、あれ本物なんだ。ティファニーが出したやつなんですか？キャットストリートで、まあ今もうキャットストリートでティファニーなくなっちゃったんですけど、そこ原点時のボールなので、なかなかないっすよ、トイレ紹介するなんて。これ、はい、ティファニーと、もう本当にずっと使ってたので、もうボロボロですけど、猫ちゃん、あ、こ
これで本当にバスケやっちゃってたんですか。そうなんですね。すぐ DM したら取り置きできますっていう。取り置きしていただいて、翌日からバスケで使って。確かに使用感がありますもんね。そうですね。このボールに対して。本当に使っちゃうっていうのがね。そうです。これもやっぱりティファニーなの。で、うちの文字を、まあ、作っていただいたんですけど。こだわりがすごいですね。こだわりがすごいっすよね、本当に。綺麗。え、そんな大丈夫？怖い怖い怖い。無理でしょ。カウンター乗せちゃいますか？あ、そうしますか。すごい。当時のってこんな細い長いんですね。そして細長いやつ、それはもう自分がやっぱ箱が好きなので、中身なしで箱だけ買ってたんで。あ、箱だけ。これは多分箱だけっぽいですね。70年代のランニングシューズ、アシックスって書いてある。この当時、アシックスの方が価値があったんだと思うんです。あー、この70年代の。ただ、アシックスの箱がなかったんで、多分ナイキの箱に入れて、これに1000のものが入ってるよって多分やったんだと思う。これ当時の持ち主の方が書いてあるんですよね。か、ショップの方が書いてある。ショップの人が。ここにスニーカー入る？いや、入るんじゃないですか。ね。腕箱みたいになってるけど。ああ、なるほどね。こうして入れちゃえば入る。ボルテッツとか。この辺、こういうランニングシューズの。ワッフル系。ワッフルとか。が、この辺の多分箱だと思います。で、これ多分80年代だと思いますけど、結婚は引き体じゃないので。そういうので違うんですね。そうですね。もう自分もそこまでもう詳しくなくなっちゃったんですけど。開けますね。これもこんなちっちゃい細い箱なんだ。ね、フットスケープも。これもワンチャン履けんのかな。いや履けそうですよね。これは。履けそうですねこれ。そんなにボロボロしてない。糊、うん、が剥がれちゃうかもしれないですけど。ボロボロになることは多分なさそうな。これオリジナルって。オリジナルです。こっちはタグは確か。はい。すごい。はい。フットスケープ。わあ、またなんか全然知らないやつ。自分履いてたんで汚いですけど。あ、実際履かれてたんですか？これもう加水してなかったんで全然履いてました。ハラチです。ハラチで。ハラチ今はエアハラチライトになったんですね、名前は。当時エアハラチレーサーっていう名前で。なんでこんな、細っ。細いっすよね。僕も履いた感は確かにありますね、これは。当時これがすごい欲しくて。でもやっぱもう、プレネがついてたので。これもプレネがつくような。つきましたね。へぇプレネが、自分が見たので、3万5千円とかで。高っ。やば。部屋部屋って、これもペニーが履いた。面白い名前。ペニーが履いてた。うわ。ああ、確かに、バッシュっぽい。これは本当90年代のバッシュ。あ、もうでもエアがね、もう。曇ってます。硬くなっちゃってますね。で、これはペニーのモデルなので、後ろに1番が入ってる。はやえー。うわー。知らない。知らないですか。ぼってりしたバッシュもこの細長いのに入れちゃってるで、販売されてるんですもんね。この辺なんかもう押されちゃってます。そうそうですね、ここ。形がね、ついちゃって。パンパンさん箱。無理やりついてる。ほら、広がっちゃう。わー。でも国内で復刻してない色じゃないかな。あ、これ ?USA カラーコース。この辺は。ちょっと前に赤とかそうですね、赤は。赤、白、黒。黒。一時的にはオイルで。そうですね、磨けば。へぇうわぁ、赤目玉だ。赤目玉。これ当時の。これもそうです。オリジナルの。レッドストックで買って。ここら辺まだ、そうです。そんなにベタついてないのすごいですね。これ多分個体差だと思うんですけど、デッドで取っといて、まあ状態が良かったっていうのもあるかもしれない。相当状態いいですね。そうです。これ1回しか履かなかったんで。これともう一色あるんですけど、それちょっと今店に持ってきてないので。エアマックス95の箱。その大きさがちょっと違います。ちなみにどちらかがフェイクです。フェイク？これは見させてもらったんですよ、俺。え？どっちかがフェイクなんだ。イエローグラデ。イエローグラデ。へぇー。こう履いてるからかですかね。ここまでやっぱロイヤルが復刻はしなかったので、でこれも今ここのタンの裏に、このブレッドですごいですね。でもブレッドやっぱり欲しいのこっちです。他の飲食店でご飯食べながらスニーカー持つとか、いや確かにないと思う、ね、あとは露骨にこう雑誌を見ながらご飯食べるとかってやっぱりそうそうないですからね。やっぱあとやっぱりこういうの知ってると喋りたいですからね。誰かと喋りたいっていう。確かに。でもなかなかそういう相手がいないとかってことあるけど、ここ一人で来てもオーナーさんがいらっしゃる
しゃるんで、そうそう。めちゃくちゃ喋ってくれるから、ぼっちでも大丈夫。ぼっちで来ても、全然大丈夫。オーナーさんを介して、ここでお知り合いになる可能性もあるし、誰かと。大前提として、スニーカーっていう一つの共通の趣味があるのが分かってるから、話しやすいですよね。話しやすいし。うん、これ、バイユーなんですよ。あ、バイオ、はい、オーナー亀田さん今履いてる。バイオ、あ、これもちゃんとこの、はい、ティファニーカラーの、いや、これも履き込まれてますね。これもちょうどできたんですか、この色は。そうです、この色が何年か前ですけど、一瞬だけ出て、で、販売のタイミングですぐ購入したら、多分1時間ぐらいで、その、このカラー完売しちゃって、二度と多分作れないんですよ。そっからは多分このカラー出てないと思うんで。こだわってますね、このカラー。仕事靴になってしまいましたお酒も出されてるんですよね。酒も、はい、ああ、いいですね。一杯ね、飲みながらスニーカー見て、スニーカーのこと喋って、はい、最高ですね。小林さんとか、酒癖大丈夫だったの？ K さんとか。それどころじゃなかった。はしゃいじゃってあ、テンション上がっちゃって。小林さんと K さんはめちゃくちゃはしゃいでした。あの小林さんが普段喋んないのに、またオーナー亀田さんが接しやすい。接しやすいよ、本当に。一人でも全然来れますね、全然。僕でも緊張しなくこれ撮影できたんで、なかなかないですからね。ありがとうございます。